ントキックの練習をやっていこうと思います。僕自体、キーパーをすることが多分ないと思うので、ハントキック自体は必要ないと思うんですけど、ハントキックで活かせる、ボレーシュートだったりルーズボールの処理、ボレーでのパスなどがハントキックに似ている部分があると思うので、その練習を始めるにあたってハントキックから活かせるものがあると思うので練習していきたいと思います。